んなのがこんなんやから。いただきます。ベースのこの入れ物自体が高そう、あのなんか革でできて。いや、これもうビニール。え、ビニール？うん、安物ですよ。ビニールちょっと見えないよね。どう見たっていいんだろうか。なんか、そうだったかな。いや、高いね。ビニールじゃないよ。ビニールじゃないよ、全然。ビニールこれ、こんな光沢ないよ。で、この、シワがないよね。あの、まあ。中国のこと言うと、濃く深いの何もかもね、あのワンタンだってあれ、雲を飲むと書いてるのは、はい、あのスープの中に、まるで雲みたいにふわっと浮いてるんですよ。あ、なるほど。だから雲を飲むって書いてますから、ね。書いてますね。あの、中国はすべて棒。いただきます。あ、うまいですね。はい、美味しいです。あ、うん、あのセロリをね、はい、ライスの賞もらっていいですか。はいはい、これはご飯が合いますよね。はい、ちょっとピリッとしてますね。っていう感じです。はい、いい感じ。はい。見ないね。あ、東京の方。東京のあれね、芸能関係の方でございます。こういう曲が聞いたことあるでしょ。はい、あ、はい、八百屋も800屋と書きます。あ、そうですね。あれ、800の野菜があるかどうか食べる人はおるけど、そんなことじゃないって。それは解釈の完全に間違いです。そういうことじゃない。数えられんということです。はい、だからあの人、嘘を800やって数えれますか。記憶できます。どこが嘘やら、どこがほんまやらわからないようなのは数えられないですよ。はい、たくさんやってる。たくさん。聞いたことあるのが何やったっけ、大江戸800野鳥ってあるじゃないですか。でもね、はい、数えられるという意味です。実際はなんか900以上あったらしいんですよ。うん、ね、よ、数えられるから、もっとあるよ、それよりあるよっていう意味も。たくさんっていう意味なんですね。8はたくさん。はい、それよりか、オーバーしてますよっていう意味と、はい、800いたら数えられんよっていう意味、両方がある。いただきます。どう、私はまた変なことばっかりブラブラブラ。
先生は今日はどこに今から今さっき電話があってちょっと仕事でなんか仕事これから仕事ですか。すぐ終わります。10分ぐらいで終わります。どんな仕事それはちょっとアドバイスいただけすごい。喋りすぎるから止めて、先生が、先生が教えてくれなかった。マスターの喋りがないとこの息は何も来ない。アホでしょ、こんなアホの話ね。もう訳のわからない宣伝版だってことね。次から次へと新ネタが出てくるんで、楽しみですね。僕みたいなね、アホなこと言うと、多分あの人もおかしなこと喋ってるなと思う。そんなことない、そんなこと言うな。前でここに来るはずやったんや。昨日もう電話したんや。あ、OK、まあいいや、俺もこれでも変な無駄遣いはせんで君か。いただきます。うまいです、はい、卵がね、飽和ってなってね、高野さん。はい。つまり、一箇所に固まってるようなダメなんだ。はい。あなんかこの微粒子、空気の微粒子みたいなのがね、はい、曲がってふわっとという感じ。はい。いい感じになってますね。うん、こんな言うと、泡のような卵を、はい、飲み込むような感じで、はい、小さな。